夏キポは、中華民国の政治家、外交官、ジャーナリスト、北京政府、国民政府で外交事務に携わる。後に、中華民国維新政府、南京国民政府の要人となった。名は枠も、1911年、蘇州のチャンス高等学堂に入学する。1914年、卒業した。1916年、近郊見学に参加して、 フランスに留学し、1919年までフランスで通訳用に従事している。帰国後の1919 19年にイースタンタイムスで労働・外交問題の編集主任となり、また帰国労働者のための組織の指導者ともなっている。1921年、欧州に再び向かい、パリやスイスでイースタンタイムスの通信員を務めた。また、 1923年から1928年まで国際連盟中国代表団の非公式宣伝員も担った。1923年、ジュネーブの国際連盟事務局事務員となっている。1928年に帰国し、上海で革命日報の記者となった。1932年から1934年まで国民政府外交部条約委員会委員を務めている。 夏気孔1938年3月、夏希孔は中華民国維新政府に参加し、内政部次長に任じられた。同年9月、維新政府と中華民国臨時政府が北平で中華民国政府連合委員会を組織すると、夏は事務部次長となった。翌年8月、維新政府外交部長に任ぜられている。1940年3月、王朝明が、 南京国民政府を樹立すると、夏希邦は観察院神警部部長となった。同年12月、中国国民党中央執行委員に選出されている。1943年4月、フランス戦艦疎開接衆委員を、1945年1月、各国在価値外方権撤廃委員会委員を、それぞれ兼任した。日本敗北後、夏希邦は、 上海でカン,カンとして逮捕された。10月、蘇州高等法院で無期懲役を言い渡され、上海で収監されている。中華人民共和国成立後もそのまま収監され、続け、1961年9月12日、獄死した。去年73、ありがとうございます。